足は骨盤幅に開きます。次の吸う息で両手を二の腕耳の高さくらいまで持ち上げて、膝がつま先よりも前に出ないように後ろの椅子に座っているようなイメージでお膝曲げて、お尻プリッと突き出しながら小さな椅子に座っていきましょう。鼻から息を吸って胸ちょっと持ち上げて、吐いて足の裏でマットをします。で鼻から息を吸って息を吐きながらゆっくり胸の周り合掌しながら肘を膝に引っ掛けていきます。でこの時に、肘を引っ掛けてない足が前に出ないように、ちょっと引っ掛けてる足をちょっと前に、膝をちょっと前に出すようなイメージ、そこから吸う息で胸を持ち上げて、肘を引っ掛けたまま胸を持ち上げて、吐く息でゆっくりと体をねじっていきます。呼吸に合わせて吸って胸持ち上げて、しっかりウエストを絞るようなイメージで息を吐きながらどん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 ねじります。吸う息でゆっくりと肘を外して、もう一度両手をバンザイチェアポーズ。吸う息でしっかり足の上でマットをして、吐く息で手を下ろしていきます。大丈夫ってやりながらしないといけないから、楽しい。